バンドが一気に2つ持ってたら解散し、辞める
というかもうなんか、うんまあ、違うことをやろうかなみたいな思ってる時にですね、あの桃川さんから誘われまして幹部ですね。ですね、すごく僕嬉しくてですね、そのなんかアステロイズに僕いていいんだってすごい思って本当に。で、まあ、ここに、まあ、今いられるのもまあその支えてくれた仲間たちや先輩のおかげなんですけど、本当に僕感謝していて、で1年間いろいろこういう風に仲良くなれて、でまたこのバナナフィッシュも僕が幹部を、まあ、慣れてなかったらなかったバンドなので、まあ、すごくこういうのやれてるのが嬉しいなと思っております。皆さん本当にありがとうございます。です、ね、はい、今日の打ち上げでは新しい幹部がまた誕生するので、皆さんそれを見届けてほしいなと思うので、ぜひ打ち上げにバナナ行くの決めてないよって方はぜひ行くことにしてくれると嬉しいと思います。そろそろ次の曲に行きたいと思います。
疲れ様です。お疲れ様です、本当に鳥ありがとうございます。びっくりしてますね。びっくりじゃない、緊張してます。で幹部になって1年経つんですけど、誰が覚えてるかわかんないですけど、皆さん琉球ダブステップって覚えてますか？誰が覚えてないですか？いや1年生は絶対わかんないと思うんですけど、あれちょうど1年前なんですよ、多分クユテの打ち上げ二次会、次の曲でやれってことですか？いや、さあさあ入んないですよ。何でも入るか実証済みや。いや懐かしいですね。1年、いや長いよね、短いようで、あっという間でした。いろいろ拙い部分も多かったと思うんですけど、ありがとうございます。1年あればそうですね、エメラルドガーデンもなくなっちゃいましたね。琉球ダブステップやってたの夢がだったと思うんですけど。今日は何があるか分かんないですけど、打ち上げ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、僕より部長にお疲れ様と言ってあげてください。あと新幹部に優しくしてください。よしこさんに優しくしてください。じゃあ最後の曲編で帰ります。ありがとうございました。Don't be sad.
最後にやる曲なんですけど、まあ、このバンドが去年の冬亭が初ライブで、まあ、1年っていうことで、最初このバンド組む時に何曲か僕が作ってた曲を出したんですけど、まあ、その中の1曲で、もともと曲名が今と違ってバナナフィッシュっていう曲名だったんですよね。でも今は変わったんですけど、まあ、それがバンド名の由来になっているので、まあ結構僕は思い出のある曲だと思います。まあそういう曲を最後にやって帰ります。ありがとうございました。You're the one.